はい、皆さんこんにちは。私も日本中を駆け回っているハイリスクな人間ですので、念のためにこのマスクをしてということで、させていただきたいと思います。2月に、講義させていただいたとき、マルクスの基本定理というのを、まあ、説明させていただいたんですけれども、そこでは、私の師匠の沖尾信夫がですね、まあ、一般向けのつもりで書いた、蓄積論という本がありまして、その蓄積論という本の中で、使っている、まあ一般の人向けだから中学校レベルの数学でやらないとダメだろうということで、そういうことで説明できる二部門モデルということでお話をしたわけです。で、それはまあ復習しておくとどういうことだったかというと、世の中には生産手段というのと、消費財というのと2種類だけ、生産物があって、で、第一部門が生産手段を作っていて、で、第二部門が消費財を作っていますと。こういうモデルで、で、あと労働は一種類ですよと。それで生産手段を1単位生産するというときには、生産手段自身が A1 必要です。で、労働が、タウ1必要です。まあ、これギリシャ文字のタウですけれども、消費財を1単位生産するときには、生産手段が A2 必要ですと。労働がタウ2必要です。で、労働を1単位、提供したら、その見返りに賃金がもらえるわけなんですが、その賃金で、消費財が、ラージアール買えますよと。まあ、このラージアールというのが実質賃金率と。このような想定で、お話をしたということです。で、まあ、まあ、こういう想定だったら、まあ、割と簡単な数学で、話ができました。そういう話なんですけれども、今日はこれを、複雑にしていくというか、本来この証明というのは、一般的に、世の中に N 種類の生産物がありますということを前提にですね、行列とかベクトルとか使って証明をするということなので、今日はそこまで行きたいと思ってるんですけれども、いきなりポンとそこまで行くのも、まあ、行列とかベクトルとか知らない方もいらっしゃると思いますので、いきなりそこまでポンと行くのも、難しいと思いますので、まずこれをちょっと複雑にした想定から話をしていきます。で、今度はですね、やっぱり2種類世の中に生産物がありますと、いうのはそのままで、ただし、どちらかが生産手段、どちらかが消費財という、まあそういうことじゃなくて、両方とも生産手段にもなるし、消費財にもなると。ということで、お互い第一財を作るために第二財が必要。第二財を作るために第一財が必要。そんなようなことになっているということで、そういう時にはどうなるかっていう。つまり、第一財がありまして、第一財を1単位生産します。で、そうすると、第一財自身を A の11投入します。それだけじゃなくて、第二財というのがあって、第二財を A の21投入する。その他、労働というのがあって、労働は1種類としますね。労働をタウ1投入する。こういうことです。第二財も、何財を1単位生産するのに、第二財自身を A の22投入します。ということですね。で、だけじゃなくて、第一財をA の12投入します。その他に、労働をタウに投入します。こういう、想定で、やっていきましょう、ということであります。この時に、今までお話しした話がどんな風に書けますか、ということです。A の、12とか21とか、いう感じで、A の IJ という書き方をして、これは、第 J 財、1単位を生産するために必要なJI というこの第 I 財の投入量。これを表します。ということです。で、あとタウ1とかタウ2とか同じですね。第1財を1単位作るために直接投入すべき労働。第2財を、1単位生産するのに直接投入すべき労働の量をそれぞれ表します。というようで、そうすると、今までの話がどんな風に表せるか、ということなんですけれども、まず総生産と純生産の関係というのをやりましたけれども、このケースではどんな風に表せるかということを見ていきたいと思います。第1財、第2財の総生産ですね。XI、まあ、I というのが1と2ですね。X1 が、第1財の総生産。X2 が第2財の総生産ということになります。純生産ですね。これ Y が表します。YI。Y1 が第1財の純生産。Y2 が第2財の純。これがどういうふうに表せるでしょうかという。純生産、どんな定義だったか、言うと、前のやつ思い出していただきたいんですが、年々生産規模を縮小させずに、経済系から人間様が年々取り出して利用することができる。そういう最大量。
いうことですね。前回、説明した例で、例えば世の中にお米しかありませんっていう、例でですね、お米を、10万俵取れましたと。ただその秋にね、10万俵生産できる。というためには、春に、種もみとしてお米を2万俵まかなければいけません。その時には、10万俵全部、生産されたやつを食べてしまったら、翌年は生産することができない。翌年もこの生産を維持しつつ、まあ人間様が取り出せる最大量はどれだけかというと、撒いた種の分は取り除いておく。だから、10万俵から2万俵引いた8万俵が、人間様が食べていい量ですよ。ということで、それが純生産ということですね。ということなんで、まあ総生産からその総生産をするための、生産手段の投入量ですね。それは投入したのは過去の話かもしれないけれども、今生産された、その中から生産手段の補填分ですね。投入の補填分は取り除く。それを引いた残りが、純生産だということになるわけですね。そうすると、どのように、純生産がかけるかということですね。総生産から生産手段の投入量を引いたら純生産ですよという書き方をしてもいいんですけれども、言い換えれば、生産手段の投入量と純生産を足したのが総生産です。そういうふうにも言い換えますので、そういう書き方をします。どう書けるかというと、第一材の総生産は、第一材というものが投入に使われますと。それと、第一材の純生産の、合計だ。第一材というのがどんな時に投入に使われているかというと、第一材は第一材を生産すること自体のために投入されます。さらに、第二材を生産するためにも、投入されます。第一材を生産するためにどれだけ投入されるかというと、1単位あたり AET1 投入されますということですね。その生産が X1 あるわけですので、掛け算して A11X1 の生産手段の投入、これがなされるということになります。それにプラス、第二材を作るためにも第一材が投入されます。第二材、1単位作るのに A の1に生産手段、第一材が投入されるわけですから、これを、X2 だけ生産するわけですから、掛け算する。A の12×X2。これが、第二材を生産するために投入される第一材ということです。これ全体が、第一材の投入を補填するための量ということですね。念のためにこう書いておくと、これは、第一部門。第一材の、生産部門。で、投入される分。これが第二分。第二材の生産分で投入される分ということになります。で、それに、第一材の純生産を足したら第一材の総生産になります。こういうことになります。ちなみに、これ、慣れていても、この1、2とか2、1とかの、どっちがどっちだろうって、時々わかんなくなるんですが、右側が、投入される側ですね。左側が投入する方ということを表しています。なので、これ X で生産量をかけるときに、まあこれとこれ、後ろ側が数字が揃っているということですね。そういう、まあ気をつけていただければ、まあ間違えることはないだろうというふうに思います。これが、第一材の需給一致式ですね。こっちが生産した。こっちがどういうものに使われるかということを表しています。生産量 X1 と、それから、それが需要される方、使われる方、それが豆乳にこんだけ、そして人間様が食べるためにこんだけ。まあ、こういうふうになる。同じように、第二部門も X2 イコール、今度は第二部門の生産物を作ってると。その第二部門の生産物がどんなところに投入されているかというと、一つは第一部門の生産物を作るために投入されています。第一材1単位作るのに A21 投入されるので、それを X1 作るときにはこれに X1 かければいい。A21×X1 ですね。これが第一部門に第二材が投入されている。同じく、第二部門自身に1単位生産するのに A22 投入されるわけですから、A22 で、それが X2 単位あるわけですから、掛け算して A22X2。ということで、まあ、こっちが、やはり第一部門。で、こっちが第二部門に対する投入。で、これが第二材の投入量というふうになりまして、で、プラス Y2、これが純生産ですね。Y2 の純生産しますよと。で、これがまあ、第二材の需給一致式みたいなものです。第二材の生産量がこれだけで、第二材を使う方がこうなります。いうことですね。そうするとですね、これは連立方程式の体系になる。
ということで、純正産というのは世の中に必要なもの。あの、人間様がこんだけ必要としますよという話。で、この人間様が必要とする Y1。まあ、これはどっちかが0かもしれないけども、基本的にはプラスですね。0以上。こういう Y1、Y2 というのを与えてあげると、ここで内線変数として X1、X2 が出てきますよということですね。そういう、あの、ことが、答えとして出てきますっていう、この連立方程式。未知数が2つで、式が2つですから、解いたら出てくるということですね。問題はですね、じゃあこの0以上で、どっちかは必ずプラス。そういう y、それを与えたら、x がちゃんと同じように、0以上でどっちかがプラスという形で出てきますかっていう。そういうことが問題。つまり、どんな0以上の y に対しても0以上の x1、x2 が存在するかということですね。これが問題になる。で、これが、純正産可能性というか。もうこれが存在しなければ純正産ができないという。で、その純正産が可能になる条件は、どんな条件ですかいうことを、まあ、考えてみましょうというのが、まずやるべきことになります。それどうやって考えようかっていう話なんですけれども、せっかくこういう中学生でも解ける式で始めてますから、一番簡単にまあ中学生にこれを考えさせたらどうするかっていう話ですが、グラフ書くっていうのが多分一番簡単と思いますから、横軸に X1、縦軸に X2 を取ったその平面に、それぞれグラフにしてみましょうということをまずやってみたいと思います。だからグラフにするために X2 イコールという形に書き直してみます。で、そうすると、こっちの式は、A12X2 イコール、X1-A11X1。で、マイナス Y1 ですね。こんな風になりますね。で、X1 と X1 がありますので、ふくって括弧の外に出すと、こんなになって、それで X2 イコールにすると、A12 分の1マイナス A11、X1 マイナス A の12分の Y1 と。まあ、こういう風になります。で、こっちも同じように X2 イコールにしたいので、X2-A22X2 ですね。で、イコール A21X1、プラス Y2 です。で、これは X2、X2 がありますので、くくったらこうなりまして、で、X2 イコール 1-A22 分の A21X1 プラス、1-A22 分の Y2 というふうになります。そしたら、これを、グラフに書きましょうということですね。まあ、これ1にしましょうか。で、これが2。1と2を、グラフに書きますが、これが、傾きですね。で、これが切片です。で、X1 とか X2 ってもちろん、プラスじゃないとおかしいから、0以上じゃないとおかしいから、こういうふうに書けるんですが、ここに書くんですけども、まず X1 ですが、切片がマイナスなんです。必ず、こういうとこが始まる。で、こういうとこが始まるとですね、もし、この切片がマイナスやったら、右下がりになりますから、X1、X2 が両方とも0以上の範囲、その範囲に、解が、絶対来ないです。ことマイナスやから。だから、まず、1-A1 って言って、これプラスじゃないとおかしい。プラスだったらこんな感じで、この X1、X2 が、2つとも0以上の範囲内に、グラフが張ってることができます。なので、まず、これが、プラスの答えがある、0以上の答えがあるということの条件の一つは、1-A1 はプラスじゃないとおかしいですよ、というのがあります。それからもう一つ、2ですが、これが接点で、これが傾きですね。これも、1-A22 が、もしマイナスやったら、接点がマイナスで、で、しかも、傾きもマイナスですから、右下がりの線になって、絶対この範囲に、解が出てこない。いうことになりますから、やっぱこの 1-A22 がマイナスでも困るわけですね。なんで、この 1-A22 というのはプラスじゃないといけません。プラスやったとしたら、切片がプラス。そして、この傾きがプラスになるんですが、例えば、こんな、この傾きが 1-A22 分の A21。こういうことになりますね。こういう風になった場合、ここに交点が出てきて、この交点が解になると。よく経済学では解になる値にアステリスク記号をつけるんですけれども、まあ、こういう X1、X2 の解が求まるということになります。
これが守備よく、ここの、X1、X2 が0以上のこの範囲ですね。第一証言で、交わってくれないといけない。交わらない可能性はあるわけですね。つまり、こんなんだったら交わりません。解ありません。ということです。そうすると、ここで解を持つためには、これだけじゃなくて、もう一つ条件があって、こっちの傾きの方が、こっちの傾きよりも大きいですよという。それが必要だということになります。つまり、A1/2 1-A11。大なり 1-A22/(A21)。こういう条件が必要ですよ、ということになります。で、これまあちょっと書き直すとこうなりますね。1-A11、1-A22、マイナスの A12、A21 がプラス。こういうふうな、条件で書ける。で、実は、ここにこの 1-A11 プラス、1-A22 プラスって出しましたけど、これはどっちか片方が成り立っていて、これが成り立ってたら、もう一つの方は必ず成り立ちますね。それはお分かりになると思います。つまり、1-A11 がプラスで、で、これもプラスですよ、ということになってたら、もし 1-A22 がマイナスだったら、ここマイナスですから、こっちマイナスになりますので、マイナスマイナスでマイナスになっちゃう。なので、1-A11 がプラスである限り、これがプラスであるなら必ず 1-A22 もプラスです。逆に、1-A22 がプラスであって、これが成り立っていたら、1-A22 がプラスで、で、もしこれが 1-A11 がマイナスだったら、ここマイナスですから、やっぱりマイナスになっちゃうんで、成り立たなくなるんで、これが成り立って、これがプラスっていうのが成り立っている限り、1-A11 は必ずプラスですね。ということなので、この二つは、二つとも上げる必要は実はなくて、片方が成り立って、こっちが成り立ったら、もう片方も成り立つと。まあ、こういう関係になる。ということなんで、これのどっちか一つと、これですね。これが、この解が存在するための、条件です。これが、一番簡単な、前にやった、オキシオの、蓄積論の二部門モデルでいう、A1 が1よりも小さいという、条件を説明しましたけども、それに当たるもので、純生産可能条件です。こういう、条件を満たしたら、純生産をすることができます。ということなんですけれども、このちょっと経済的な意味をちょっと考えてみましょう。まず、A11 が1よりも小さいですね、こっち。あるいは A22 が1よりも小さい。これはわかりますね。要するに A11 っていうのは、第一材を1単位作るために投入せないかん第一材の量です。A22 というのは、第二材を1単位作るために投入せないかん第二材の量です。ということは、前にやったオキシオ二分モデルの一番単純な話で、A1 が1よりも小さいというのと同じで、1単位生産するために、その同じものを1単位よりもたくさん投入せないかんということになったら、生産製法がマシということですね。生産すればするほど持てる生産量が減ってしまうということですね。生産するのに意味があるのは、生産した量よりも投入した量が、下回っている。投入した以上に生産することができて、その差の分が人間様が利用できる純生産物だということになるので、これがプラスじゃないといけません。ということは、わかると思います。では、こっちの経済的に、これわかりますか？これちょっともう一度さっきの図書きますが、第一材と第二材ですね。ちょっと第二材を一単位作るということを考えてみましょう。第二材を一単位生産するためには、第二材自身を、A2 に投入しないか、だけじゃなくて、第一材を A の1に、投入せないかですね。第一材を A の1に投入しようとすると、実は第一材を、新たに、そんだけ分、純生産さないかということです。そのためにはですね、まず、A の21の第二材を投入せない。それで終わりかというと、実は、第一材をこんだけ、生産するためには、第一材自身を A の11生産せないか。その分の第二材も投入せないか。で、そうすると、その分、第二材が必要になるので、また第一材を投入せないか。で、そうすると、そのために第一材がこんだけ必要になって、そうすると、それを、生産するためにまた第二材を投入せないか。第一材を投入せないかんからまた第一材を投入せないか。そうすると第一材をまた生産せないか。いうことになってまた第二材を投入せないか。いうことが、延々続くわけです。結局、それ全部足した第二材の投入量が1よりも小さくないといけない。こういうことがないといけませんということですね。つまり、1単位を生産するために投入するのが、A22 投入します。A22 投入するだけじゃなくて、A12、A21 の第二材を投入します。で、それだけじゃなくて、A の12の第一材を生産しますので、そのために A の11生産せないかんで、A の12、A の21、
で、A の11。こんだけの代入剤を、生産させない。プラス、A の12、A の21、A の11の2乗。で、こうずっと足したやつが、1よりも小さくないといかんというのが、必要な条件ですよ、ということになるわけですね。これどうなるかっていうと、これ、A22 プラス、A の12、A21 でくくると、1プラス、A11 プラス、A112 乗プラス、A の113乗プラス、A の114乗プラス。こういう風になるということですね。で、そうすると、この中はどうだったかというと、これ前、やったと思うので、覚えていらっしゃると思いますが、改めてやるとですね、これ X と置きましょう。で、こいつに A の11かけますと。で、これ引き算しますと。これ消えて、これ消えて、これ消えて、これ消えてということで、ずっと消えていきますので、1ですと。これA の11が1よりも小さいので、何乗も何乗もしていくと、どんどん小さくなって0に近づくから、これもできます。ということで。で、そうすると X は 1-A1 分の1になります。ということで、これは A22 プラス、A12、A21 の A1 マイナス A1 の1と。まあ、こういうふうに今、お話の前提、A11 が1よりも小さいということなんで、まあ、この、1マイナス A11 というのは、まあ、プラスですから、両辺にプラスかけても、不等号の向きが変わらないということなので、A22 をこっちに持っていっておくと、1マイナス A22、こうなりますね。A1 マイナス A20 大なり、これですね。A12、A21 の A1 マイナス A11 分の1。なりますから、これ両辺に1マイナス A11 プラスですから、掛け算しても不等号の向きが変わらないので、1マイナス A11、1マイナス A21。大なり、A12、A21。というふうになって、先ほどの式が出てきます。まあ、こういうことになります。ということで、ちょっと純生産可能条件が、前の例と比べると複雑になるわけなんですが、それは第一部門と第二部門が、相互投入してますから、その相互投入まで考えて、究極に全部足し合わせた。で、その上で生産される一単よりも投入される方が小さいです。ということが言えないといけない。それがこの条件になっているということです。